い、どうも、プロボーラーのイソピーです。はい、今日も、小林プロと栗本プロに来ていただきまして、今日はね、雑談をしようかなと。はい。はい、結構ね、このコラボの動画を上げましてから、いろんなプロの話を聞きたいとか、そういう、あんまり普段話されないことを聞きたいっていう、もうコメントもありましたし、直接会った方にも言われたりっていうのがあったんで、今日はね、そういうちょっと過去を振り返ったり、しながら、ちょっとね、本当に何もテーマを決めずに雑談をしようかなと、思います。はい。はい、で、このね、3人でコラボで、撮ってる動画、土曜日の19時、午後7時に、一斉に、みんな上がってると思いますので、概要欄に貼っておきますので、栗本プロのチャンネルと、小林プロのチャンネルもぜひ、行って、見ていただいて、チャンネル登録忘れずに、よろしくお願いします。はい。はい、でまずちょっとその中で一個だけ僕がね、ちょっと言いたいことあって、はい、最初の方に取り出した時に、小林プロのチャンネルで、今後伸びるだろう、はいはいはい、林プロみたいな話を、まあしたじゃないですか。うん、で、まああれからもう1ヶ月ぐらいですかね。で、その間に、トーナメントがあって、僕が、まあ、お名前を出した女子のプロの方がおられるんですけど、はい、その話を取ってから4戦3勝っていう。素晴らしい。ね、やっぱり僕の言ってることは間違いがないということですよ。ま、10月の1ヶ月間で3勝しましたもんね。ちょっと、ともうや、ともうや、2024年、男子プロ公式戦 A、A 公認公式戦、9月やからね。そうですね、来年は。だから1ヶ月で4試合、女子みたいに投げられないから、ね。地獄やでな。半年間なし。そうやで、ね、スタート9月って。ねえ。やばいですよね。本当に。だ要は実質男子は A 公認は3ヶ月間の間しかないから、うん、この3ヶ月間にピークを持ってこられんかったら、もうその人は1年パー、はい、パーです。まあまあ、それもね、プロとしてのあれですから。はい、ほんま言い訳言い訳。1年間あれんで。3ヶ月しかない。本当に。いやでも中島君すごいね。いやそうですよね。いや、本当すごい。一角に入ったんじゃもう、なんていうかな、新しいこう世代の。そうですね。はいはいはい、トップ女子の一角に入ったんじゃ、うんうん、僕の中ではもう一角じゃなくて、一強に中島みずきプロがいて、その他のプロっていうぐらいになっても本当におかしくないと僕はずっと思ってる。いやさすがに厳しいな、それは。うんいや、でも全然まだ、だって10代ですよ、まだ。だって、石田プロもえぐいで。まああ、確かにね。石田プロえぐい。まあ、ランキング2位かなんかでしょ。いや、えぐいでね。でも本当にでもその、まあ新世代のね、プロがね、4人決勝でみたいなのちょっとあったじゃないですか。はい、まあ、ああいうところを見てると本当に、まあそういう時代に女子も来たんかなって。いや、まあ確かにね。かやプロもえぐいし。かやプロえぐいですね。うん、でもその中でもやっぱり一番牽引していくような、うんうん、あれ、ちょっとね、ある程度球回すタイプの中でも、まあ、ちょっと他の人と先の動きをの当て方がちょっと違うじゃないですか。ああ確かに、意外と幅取らない、ね、そうなんですよ。だから一人だけ、みんながああいう中で打ってるだけ、一人だけずっと抜けるっていうタイプであると思うんで、うんはい、そういうタイプが僕一番、勝てるタイプだと思ってるんで。はい、うん僕ね、ラウンド1のグランドチャンピオンシップ、はい、決勝大会、はい、まあ、長島これ優勝したじゃないですか。はいあの時予選の時僕同ボックスだったんですよ。はい、で、結構。小林プロはどうやったんですか僕予選落ちしたんですよ。本当に。優勝したと同ボックスだね。同ボックスだったんですよ。本当に。だったら同ボックスに坂本かやプロ持ったんですよ。熱いボックス。熱いボックスやったんですよ。で、投げてて、で結構まあ、後半だったらレーンが遅くなってきて、うん、結構まあ男子プロとかやったらもう結構もう15枚とか20枚とかバーンってなってきた中、うん中島プロめちゃめちゃゴリゴリのストリットで10枚ぐらいバーン投げてて。やっぱストリット最高よね。いや、本当にね。いや、すごいなと思って。いや、そこでそのボール出してくんねやと思って。しかもうちも寄らず、球を上げるみたいな。上げて手前を弱くするってことよね。多分弱くしたんでしょうね。リアクション。強く、要はオーバーリアクションね。そうや。で、結局まとめるみたいな。そうそうそう。いや、それでも点数打ってたんで、普通に。でもそれはでも、ああいう新世代の中でも多分中島プロだけやと思うんですよ。いや、本当に。そういうのできるのは。うん。まあ、手前、打ち入っての当て方だったらできると思うんですけど、はい、その10枚からっていうのは。うん、これってでもやっぱり、世代交代来るんかなもう来てるんじゃないですか、ね、もう来てる可能性はあるぐらいの、うん、まあ最近のね、順位を見てるとそんな感じには。うん、まあ実際に来たかどうかわかんないですけど、まあ。多少、メカテク組が落ちたのもあるよね。それは大きいでしょうね。まあじゃあ復活してきてる方もね、おられますけどね。うん
でもこのメカテクってこの、まあ、リリースと強化っていう意味の人もいれば、その、痛くて投げれなくて、つけないと痛くて投げれないっていう人も意外と多いじゃないですか。はい。だからそういうところも含めて、その、怪我の痛み組の人はもう外して、本当にダメになったっていう人は、すごい多いと思うんで、まあそう考えたら姫路プロすごいですよね。まああの人はもともとメカじゃないですけど、まあリリースとかですね。でもその、ね、4戦3勝したその、勝てなかった1回は姫路さん、分かったんでしたっけ？そうです、そうです、ね、そうです。確か。やっぱり、すごいなっていう。すごい。でもこれね、その、プロボウリングの、その、試合って、結構多いんやけど、はい、去年、一昨年かもなんか、同じ人がバーって練習する方が多いな。まあ、絶好調なんですよね、その人が。ピークなんやろね。はい、うん。そうですね、そういうのもなんか見てると。スバルさんもそうやったし、そうですね。カヤさんもそうやったし、はい。はい、姫路さんもそうですよね。バーッと同じ人が何連勝もするみたいな、はい。なんかやっぱその勢いなのか、何か他の要因があるのか、はい、うん、ここでは言えないようなことがあるのか。まあ川添さんなんかもね、一年間通してズバーッと。いや、本当にね。勝つときあるし。川添プロチャレンジと言われた年もありましたからね。川添プロかそれ以外かみたいな。そう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 。そういう風になると、僕もまあトーナメントは行かなくなっても久しいですけど、まあ見てても面白いような感じなんで。うん、今でも勢力図的にちょうどいいよね。ちょっと年齢的に、うん、あの30代半ばぐらいから上、対20代から30代前半のこう世代が分かれて、うん、どっちが強いかみたいな。はい。で、そこにもね、若手がちょっと来て、うん、まあ、10代のコラボみたいな、はい、その、こういう。あと、アスリート組とキャラ組に分かれて、みたいな感じで、いい感じよね。うん、なんか本当に、女子はなんかそこら辺がはっきり分かれて、うん、分かりやすくて、はい。俺はどっちも好きやけどな、アスリート組もキャラ組も。うん、だって、キャラ組も、ユータって練習はしてるわけやから。まあそうですよね。まあそれ実際ね、結果出してどんどん成績出てる、来てる。うん、子も多いですし。おちゃらけてるわけじゃないから。うん、だからそれはすごいなぁ。自分の出し方ですからね。はい。うん、アスリートとしての定義が違うだけからね。そうですね。はい、まあ試合の時だったらアスリートにその子もなってるでしょうからね。うん、はい。で、ちょっとね、話すごいガラッと変わりますけど、はい、まあ、お客さんからの、まあ、お話とかで、うん、その、はい、まあその昔話を聞きたいっていうようなお話もありまして。うんうん、はいはいはい。で、まあ動画見てる方、まあ知ってる方も知ってないまま、知らない方 も多いでしょうけど、もともとこの3人同じボウリング場で働いてた時が。はい。あるね、ちょっとね。うん、はい。何年ぐらい ?3 年ぐらい。何年ぐらいありますかね。いいですかね。3年、5年、3年ぐらいね。3年。3年ぐらいですかね。ぐらいですかね。もう一人プロったもんね。もう一人。もう一人いました。同期の子。はい、そう、僕と同期のもう一人、はい。ね、あの、プロがいて、まあプロがその時4人。まああの、12本と8本やったら20本のセンターにプロが4人いるという。2フロア20レーンのプロがあのセンターにみたいな。ねえ、もう、懐かしい。本当にその時の、まあすごい僕が一番投げてた時期でもあるんで、うん、まああの時がまあ今でもベースになって、うん、その時の残りで今もボウリングしてるような。うん、まあ、僕はあの時がなかったら多分、もう今の僕のプロ生活はないと思います、きっと。うん、あの時じゃなければ、うん。あの、免許がなくなったりした。そうそうそう、あの時期。ただ、その、当時は思わんかったけど、うん、今になると、はい、あの3年間って、はい、ほんま金に換えられへんような。いや、ほんとそうですよ。ほんまに。はい、ねえ、あの時はしんどいとか、仕事嫌やなとか、うん、あったけど、もうだって、あれと同じような感じの、もう絶対もうないってないですよね。環境無理よね。ですね。本当に。いや、濃かったですよね。まずやっぱ、栗本さんが支配人であの時いてて、うん、まあそういうのを、まあ栗本さんが、まあ多分作ってくれたんですよね。うん、はい、まあ。プロもやたら来とったしね。はい、本当に。そうですね。なんかいろんな人来てね、うん、練習したり、リングやったり。そう、ワンボックスにみんなプロ入れるやんみたいな。はい。でもね、プロ、まあ、リーグとかもいろいろね。はい。まあ、一応、あの時、俺がその試合にやった時は、数字だけで言うと、俺の時が一番ピークやからね。そうですね。うん。よかったからね。はい。
やー、懐かしい。そんな昔話しながらでもね。はい、また、でもそういう環境ができたらいいよね、いつかね。いいですね。もうちょっと年いって、はい、例えば、まあ、俺が55とかになって、二人が45ぐらいになってきたときに、もう一回。黒さんも全然僕も50です。僕は心地よりですから。もうちょっとなってきたときに、あと、和田プロとか、角田プロとか、山下プロとかを混ぜて、はい、ちょっとなんか、こういう、うん、ね、雑談会みたいなのを、定期的に開催できたら楽しいやろうけど、ね。いや、そうですね。いや、本当になんかこの僕も大阪帰ってきて、まあこういうふうに集まったりとかして、昔話とか増えて、はい、ああ、そう、ああいう頃はな、みたいな、すごい思うことがあって、はい、今も本当は別の話を取ろうと思ったけど、まあお客さんからもね、そういうお話をいただいたんで、はい、もう昔話も兼ねた雑談。うん、で、最初に、いや、この予想は当たってたよっていうところから始めて。うん。まあ、ね、C システム 3.5 の下りとか、モーメルタスの下りも、その時期や。その時期や。その時期や。そう、でも僕もね、その300点初めて出たのが、プロになってから。わあ、そうですね。はい、そうそうそう。で、300点初めて出たら、なんか次の日も出て、その次の週も出て、あれ300点一回出たら出るって。いや、俺も300点そんなんやったで。130点、150点、120点、300点。ああ、僕その時言ってました。うん、そんなんやった。覚えてる覚えてる。でも300ってマイナスなんでしたっけ？え？マイナスでしたっけ ?300 って。そうそうそう。あの、終わって、規定のゲーム終わって、泣きの1ゲームで出したっていうのが。そう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 。そうそうそう。そうなんですね。そうそう、そんな。覚えてますわ。あの、4ゲーム投げて、めっちゃ前、100点以上マイナスしてみたいな。そうそうそう。泣きの1ゲーム、もう1ゲーム、しゃあないなーって言って、相手した人が、うーわーって言ってた。マイマイマイみたいな、そんな感じ。その頃も一緒に働いてるんだよ。だから、その前のね、その、みんなで働いてた一個手前からも一緒に働いてる。はい。僕、ね、ボーリング始めて、マイボール持つ前から。うん、そうです、そうです。なんで、まあ、なんなら、その、ボーリングをお互い始める前から。そうそうそう。むちゃくちゃなことした頃から。めちゃくちゃ。若かりしたの頃から。そうそうそう。ねえ、そう考えたら。まあ、でも雑談っていうのはあれやね。なんか、まあ、その当時の昔の仲間を読んで話したいっていうのもあるし、そうですね。それもいいし、なんか、このプロ読んでみたいみたいなのある？俺ちょっとその話ちょっと知りたかった。ああ、確かに。これはね、動画ないじゃなくてもしたいぐらいの。そうそうそう。例えば、関東のプロでもいいし、ああ。その、どこのプロでもいいんやけど、なんかのタイミングで、例えばこの、まあ、会に誘ってもいいし、なんか、こういう、喋りをちょっとしてみたいなプロっておる。奥、和田くんかな。え？和田秀和プロ。和田くん。はい。あの時にも一緒にリーグ投げたりとか。でも、そうか。そうです。で、俺らはずっと会ってるから。そう。で、その、それをやり出した頃には僕はもう岡山やったんで。ああ。だから、横田であの、リーグに来てもらって、一緒に投げてた、あそこしか僕ないんですよ。悪ガキの頃の学びしか。そうそうそう、知らない。ああ。だから、そのみんなとこの、ね、あれ、やり出した頃は僕はもう、外から見てる側やったんで、なんかその、まあ、チャレンジにね、あの、岡山も読んで来てもらったりとかはあったんですけど、もう一段階話したいなっていう。ああ、なるほど。あの悪ガキやった和田くんが、今やむしろ一番模範となってるもんね。はい、先生だよね。なんかそれこそ、あの、福丸哲平プロとか。あ、はい、はいはい。あの時期の話も含めつつ、やっぱりもうタイトルホルダーですし。まあ、福丸くんは一応一緒の会社やけどね。ああ、そうですね。そうですね。うん、あれは違うけど。だそういう、だからその、昔のイメージで、その、まあまあ僕はその、応援離れて見てる側だったんで。そうだから、そういう意味では北のプロもそうやし、そうですね、村田和子プロもそうやし、ね、西村邦彦プロもそうやし、はい、酒井武雄プロもそうやし。で、ね、で、あの、大根愛プロ前、それにチャレンジ来てもらったんですけど、はい、僕はそのプロ成り立てなるに向けて頑張ってる時の、愛ちゃん、あの、大根愛プロのイメージが強いんで、で、今そのね、あの、タイトルを何度も取って、うん、ママにもなって来てもらってっていう、その、懐かしい感じと、はい、ああいう思い出の話とかって、やっぱすごい、ああ、大阪帰ってきてよかったなって、あの時もすごい感じたんで。おねやさんってめちゃめちゃ優しいよね、はい、あの人。優しいですね。ビビった、俺だって、俺もその、まあ、言ったら子供の頃というか、はい、まあまあ、その、プロになってない頃から知り合いで、はい、その、当時の
ことしか知らんけど、あんなにビッグになったのに、うん、俺にもちゃんと挨拶してくれるんやろ。びっくりしたよ、ほんま。すごいなんか、買って、ふんってなる人もいますけど、うん、なんか全然そんな無縁な感じ。びっくりしたよ、俺みたいなおっさんにちゃんと挨拶してくれるし、うん、その挨拶の仕方っていうのも、ちゃんと、目上の人を立てたような、うん、で、かといって、そのなんかこう、いやいやじゃない感じ。うん、はい。すげえなと思った。この人ほんま心広いなと思って。うん、そういうね、昔から知ってる人とかだと、こういう話したり、うん、まあこの場で栗本のプロと、うん、まあ小林プロと話しててもそうですけど、はい、まあそれプラス、なんかいろんな、ね、一緒に働いてなかったけど、来てもらってた人とか。はい、うん、共通のつながりからだ、高城プロとか。あ、そうですね。はい、会ってみたいよね、久しぶりにね。はい、高城プロ。ちょこちょこありますけどね。共通よね。一応共通よ。あの手首の動きどうやってるんやろうっていう、イメージが強すぎて。あ、俺は女性が好きやなってイメージしない。それはカットしたほうがいい。ピーですよ。僕のチャンネル基本的に NG ないですけど、ちょっとそれは。それピーが入るので。一応みんなの先輩。ちょっとピーどころかちょっとここは一句はカットせんな、ちょっと。はい。まあ、高城プロはみんなね、はい、共通やから、ね、だから、いい、会いたいよね。会いたいですね。話面白いし、面白いめちゃくちゃ、ね。いろいろ知ってはりますし、そうです、そうです。本当に面白い。なんか普通に、こんなんじゃなくても普通に遊びに行ったりしても面白そうな。うん、はい。優しいね、また。めっちゃ優しいですよ。うん、俺とかも前から微妙な距離感やったよね、うんうん、あの当時、うん。めっちゃ先輩やし、はい、みたいな。でも、で、かといって、じゃあ一緒に働いてるかっていうと、プロショップとまた別やったから、うまいったら会社は違うわけやったよ、うん。でも、で、一緒に投げてる方は、ボーリングあんませんから、一緒にも投げてなかったし、うん、一緒に、でも、小林くんのね、一緒におったし、はいはい、うん、だまあ、微妙なラインの立ち位置やったよね。うん、でも、まあ、めっちゃ面白かったね。うん、はい。と、誰か呼びたい人おるかな？誰かいる？いや、パッと出てこないですけどね。でも、そう、磯崎プロが言ったみたいに、こう、なんか、昔の懐かしいメンバーとかは、なんかこう、集まって喋れたら楽しいなとは思いますけどね。昔ってそもそもどんなメンバーやったっけ？ちょっと待って、福丸くん。はい。和田くん。ごめん、みんな、くん付けてごめん。もう、子供の頃の記憶しかないから、俺、みんな。あのね、10代とか20代の頃のイメージだから、はい、ごめん、うん、もうええ歳してる人たちにね、くんつけるしていごめんなさい。だから、福丸くん、和田くん、はい、で、しんちゃん、はい、で、村田さん、北野さん。村田さん、北野さん。で、まあ、いや、ほんで、はいちゃん、で、この二人、俺ら、で、ぐらいかな。まあ、話をしたい、ね。まあ、よく来てたのは、うん。うん、まあ、酒井さんとかも来とったけどね。ああ、そうですね。うん、練習指導西村さんとか。あ、西村さん。俺、西村プロとかも来てましたね。え、オリーチプロとか来てました、ね、来てた。アマチュアの時は来てたじゃん。そうだね。はい、西村さんの話したいわ。あの人好きやねん。うん。いや、あの人。うん。うん、本当に。なんかこう、男気やんね。そうですね。なんていう、飯食いに行ってさ、はい、俺お客さん4人で食うぞって。はい、で、なんか、ズワーッとこう、もう、やからみたいな集団で、もう、8人とかで、ぐわーっと来なって、で、よそでご飯食べとった。はい。ほんで、ほんなら、今もプロやったかな。やめたから、名前出さんとこうか。男の人が来たり、はい、若い兄ちゃんが、来て、なんか、伝票持っていくの、勝手に。ああ、はい。うちの、この、4人分の。はい。もう、どの人なのと思ったら、西村さんが全部払ってくれてるって。かっこいい。何も言わん、何も言わんと。すごい。うん。俺、さっき帰ってて、ほんで。あ、さっき帰るね。もう、あの、もう先にいただいてます。そう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 。そう俺、電源持ってたから、なんでやろうとか、いや、なんかあるかなと思って、言ったら、全部争うって話しますけど。ほんで、言ったら、いや、まあ、せめて、その、お客さんの分は、その、関係ないから、先輩後輩も関係ないから、払えばそうって言ったら、いや、俺はお前に怒っただけで、別にあの、お客さんに怒ったのはお前や、って言うよ。かっこいいと思って。すごい。もうめちゃめちゃかっこいいなと思って。ほんで、なんか、あとはその、ボーリング場で、まあ、最近はあんまりお会いすることないけど、なんかこう、商人大会とか、当時のイーグルボールとかで、こう、若い子とかみんなぐわー通っていくやんか。イーグルってでかいし、客多いから、入り口のあたりとか、ゴミだらけだね。まあ、しゃあないやん、もうポケットから落ちたり。それを一個一個拾ってるのが西村さんやったよ。おぉ、すごい。もうちょっと若い頃みんな頑張れよと思いながら。いや、まあ。何も言わんと、ポケットでそっとしまうんやな、あの人。
かっこよかったわ。うん。そうですね。あの時もなんかもう懐かしすぎて、なんかもう、うん、まあ個人的なね、山下プロも。どの山下プロ、山下プロ行ったの、収作したの、はい。あの、まあ、弁天町行った時にあの、会ったり、ちょっと話したりするけど、うん、そんなに、ね、ゆっくり話したことがないんで。山下プロはほんまに底なしにいいやつやで、ね。めちゃくちゃ赤みで。うん、なんかちょっと話したことはあって、なんかもっと話したいけど、その、なんか、なんかのトーナメントの合間とか、ちょっと行った時みたいな、しかないんで、ゆっくり話したことがないなっていう。でも、まあでも、三人ともイメージちゃうかな。明るい明るい明るいと来ても、山下プロが一番明るいかな。おー。なんかずっと笑ってるイメージない。ですかね。いや、どうでしょう。なんか怒らなさそうなイメージは強いです、ね。怒ることはないですね。でかいし。まあでも、小林プロもなんかあんまり怒らなさそうなイメージは。僕はもう一切怒んないですよ。全然怒んないですね。僕はめちゃくちゃ短期やったけど、はい、あの、栗本プロと行動するようになって、まあ、いろいろちょっと話をしてて、はい、ああ、と思って怒らなくなった。まだ俺が怒らへんすね。多分全人類で一番怒らんかもしれない。いや、かもしれないです。うん、僕めちゃめちゃ栗本さんに悪いこといっぱいしてきましたけど、一度も怒られたことない。怒ったこと一回もないんじゃないかな。そうね、なんかそんな昔話とかも含めて、はい、もうこの話、まあ動画では撮ってますけど、もと今撮ってるのも忘れてたぐらい、ちょっと時間そろそろだな、うん、ぐらいでまたそういうちょっとね、誰か呼んで話とかもしたいなと。そうや、せめて誰か呼ぼうよ、誰か呼ぼうよ、はい、マジで、うん。本当にちょっとね。誰がいい、もっとさっと決めよう、さっと決めよう、あの、まあ、僕一人だけの意見だったら和田くん。じゃあ和田くん声かけてみるわ。はい。ぜひ。和田くんチャンネル持ってるし、ちょうど。そうですね。そうだ。あの、チャンネル持ってる子でいいですね。うん。ちょうど持ってるし、声かけては見るわ。うん。ただ、こんな平日の火曜日とかに来れるから。ねえ。忙しそうやんか。忙しそう。めっちゃ忙しそう。まあちょっとまあ声はかけてみるわ。はい。なんで、その時は、じゃあ責任を持って、磯崎プロがごちそうを用意してくれると。はい。任せてください。おぉー。ここで来れますよ。じゃあ。はい、そんな感じで、はい、終わりたいと思います。はい、まあちょっと他にもね、なんかあの、僕とか、あと、栗本プロ、小林プロに聞きたいなと思うことあったら、またコメントしていただくなりね、まあツイッターが一番僕、X ですね、今、はい、よくいてるんで、そちらにまあ DM とか送っていただいてもいいですし、気になる方はぜひ、そちらしてみてもらってはいかがでしょうか。で、いう感じで今日は終わりたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。栗本プロ、小林プロ、最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。それでは、バイバイ。